フォントを使いこなすとめちゃくちゃクリエイティブがおしゃれに見えるんですよね。いや今日はね、意外とみんなが知らないフォントのサービスご紹介したいと思います。どうも、ケイスケです。ちょっとね、全然関係ないんですけども、昨日ね、バンドのね、スタジオ入ってて、スタジオでね、いろんな録音とか練習とかしてたんですけども、多分ね、そのスタジオに、ブラックミストっていうソフトフィルター忘れちゃって、いやー、やばい。取りに行かなきゃいけないな。めんどくさいな。しかも今日めちゃ雨降ってるんですよね。取りに行くの結構大変だな。いやっていう、まあちょっとだけでもうちょっとショックだったんで今ね伝えさせてもらったんですけども、今日はですね、それとは関係なくフォントの話ですね。フォント皆さんこだわってます？いろんな YouTuber さんとか見ておしゃれだなって思う人ってフォントめちゃくちゃこだわってるんですよね。例えば僕のね、今この下にね表示させますけども、こういうね普通のフォント使うとなんかもっさり見えるじゃないですか。なんとなくもっさり見えるんですけども、これがもうちゃんとしたフォント、ちゃんとしたね文字の感覚とか指定してあげるとこんな感じでねおしゃれにすっきりと見えるんですよ。まあ YouTube の動画もそうだし、サムネイルとかもそうだし、あとはなんだろうな、まあ広告、ポスターとかそういうのもそうなんですけども、フォントが与える影響ってめちゃくちゃ大事なんですよね。なんでおしゃれにしたいと思ったら、やっぱね映像も大事なんですけども、フォントとかそういう細かいところにもね気を配ってほしいんですけども、今日はねみんなが意外と知らないフォントのサービスをご紹介したいと思っていて、 Adobe フォントってみんな知ってます？もうね Adobe っていうと基本ね、どのクリエイターも使ってると思うんですけども、Photoshop とかイラストレーターとか、動画編集ソフトだとプレミアプロとか、あとアフターエフェクトとかね、いろんなソフトがあって、まあ、僕も本当いっぱい使ってるんですよ。ライトルーム、フォトショップ、プレミアプロ、アフターエフェクト、まあその辺ね4つぐらい使ったりしますけども、本当にもうクリエイターみんな持ってるんですよね。でそのね Adobe のサービスを使うために、まあ月々なのか年間なのか分かんないんですけども、まあ、定期的にね支払いをするサブスクのねクリエイティブクラウドっていうサービスがあって、そのサービスに絶対ね基本は登録してるはずなんですけど、そのサービス実は Adobe フォントっていうフォントが無制限で使えるサービスもついてくるんですよ。これね意外とみんな知らなくて活用できてないんで、今日はねその活用方法と僕のねおすすめのフォント、あとはちょっとしたね最後に、Adobe Creative Cloud ってちょっと高いんですよ。なんでちょっとでもね安くこれ登録する方法っていうのもご紹介していきますので、最後までぜひじっくり見ていってください。それでは早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、で改めまして今日はね Adobe フォントの紹介なんで、ちょっとねパソコンの画面見ながらご紹介していきましょう。いやフォントねめちゃくちゃ大事だから、本当になかなかねフォント自体にこだわってる人ってねいないんすよ。なんかデザインっていうとなんかこういうねブラシとかなんだろうな、フォトショップのデザインバーって検索して、似たような感じにしてみたりとか、そういうぐらいだと思うんですけども、このフォント変えるだけで本当に一瞬変わるから、フォントのフォントかけてるわけじゃないですよ。はい、録画開始しました。で、Adobe フォントこちらですね。まあ普通にネットでね、検索して Adobe フォントって調べると、このね、サイトが出てきます。で、まあ基本ログインするか、まあもしくは、あとね、Adobe Creative Cloud、撮ってらっしゃる方は、こういうね、なんか常駐のアプリみたいなのがあると思うんですけども、これのフォントの管理みたいなところを押すと、ここでね、よいしょ、なんだこれ。まあ、ここでねオンにしてるフォントとかいろいろ見られますんで、ここから管理してもいいし、普通にここの別のフォントを参照っていうところをポチッと押してあげると、こういうね画面に行きますと、まあ、ログインするとこんな画面になりますね。でもめちゃくちゃ大事なポイントなんですけども、ここね、ここ高品質なフォントがすぐ入手可能で、かつ制限なしで、追加料金なし、ライセンス付与済みで、個人にも商用にも使えるんですよ。なんで普通の仕事にも実は使えるんですよね、このフォントって。なんか意外とフリーフォント、なんか無料で配布してるフォントとか見てみると、実はこう商用利用は不可だったりとか、要は仕事で使えないみたいなものがあったりするんですけども、これは OK です。なんでもガンガン使っちゃってください。で、まあ、やり方としては、普通にね、ちょっとね、下にスライドすると、このね、日本語のね、セットみたいなフォントパックがあります。まあ、こういうのね、パックを見るって言って、言ってあげて、よいしょ。で、ここのね、はい、右、180日間アクティベートと。はい、このボタン、ポチッと押してあげます。そうすると、フォントが勝手にアクティブになりまして、もうこの状態で、Photoshop とか、イラストレーターとか、そっちの方ではもう使えるようになってます。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。実はポチッと押すだけで、簡単に使えると。そういった形になってます。
で、嬉しいのが日本語フォントがちゃんとあることなんですよ。意外とこういろんなサービス見てた時に、まあ、有名だと森沢フォントってところがねあったりして、そことかはまあ日本語あるんですけども、意外と海外のサービスとかだとやっぱり日本語のフォントがないんですよ。英語のフォントはあるけど日本語のフォントがないっていうパターンめっちゃ多いんですけど、ここあるんですよね。アドビフォントあるんですよ。なんでもうね、このフォントいいなと思ったフォントもポチッとアクティベートしてあげて、あとはフォトショップとかイラストレーターとか、まあ何でもいいです、プレミアプロとかそういう部分で使ってあげるという形になっています。ケイスケの動画、はい、って感じでもうサクサクと使い方ねご紹介できて、もうこれでもうみんなも使えるようになったはずなんですよ。まああとはどのフォント使えばいいのって話ですよね。まあ僕なりのちょっと普段使ってるフォントも含めて、このフォントおすすめだぜっていうフォントを5つご紹介したいと思います。まずね、僕がめちゃくちゃ使ってるのはこちら、突版文級ゴシックって、このねゴシック体ですね。これなんかちゃんと太くてめちゃくちゃ見やすくて、あとは文字がね四角くくっとまとまってるので、なんか文字間隔もちゃんと一定に見えてすごいね綺麗に見えます。なんで僕は基本ね、サムネイルもそうだし、こういうね、下のところにあるテロップとかも、全部突版文級ゴシックで揃えています。フォントっていうのは、1個の絵の中に何個も入りすぎると、やっぱごちゃごちゃするんですよね。なので、基本ね、日本語は1種類、英語も1種類っていう形で僕はね、使っています。で、次、日本語フォントでいいのが、天明朝。もう明朝体は僕、これ、めちゃくちゃ好きです。で、この天明朝、アドビのオリジナルなんですよ。なんで、多分ね、アドビフォンツ以外だとないんじゃないかな。どうなのかちょっと僕も調べてないんですけども、まあ、アドビフォンツがオリジナルで作ってるやつです。で、めちゃくちゃ可愛い明朝体なんですよ。明朝体とゴシック体ってわかります?まあ、ゴシック体は結構角張ってて、明朝体はシュッとしたデザインなんですけども、明朝体って全部ね、なんかシュッと細い線のものがあって、ちょっととっつきにくかったりするんですけども、この天明朝は美しさももちろんあるんですけども、ほんのり可愛さもあって、このねなんか絶妙なバランスが僕めっちゃ好きなんですよね。なので、まあ、たまにサムネイルとかでも使うんですけども、セリフ調で入れたい時とか、そういう時にはこのね天明朝を僕は使うようにしてます。まあ、なかなか明朝体って細いんで、なんだろう、こう識字率っていうの、要は視認性かみたいなのが若干ゴシック体よりは落ちちゃうんですけども、まあ、それでもこうねこの美しさっていうのはなかなかね他には出せないものがあると思いますんで、僕はめちゃくちゃ好きです。で、あと個人的に好きなフォントなんですけども、これね、名前が難しくて、大文字 TA-RB って書くね、フォントです。これむちゃくちゃ特徴的なフォントですよね。これたまに僕もアクセントとして使ってるんですけども、ギリ読めるんですよ。ギリ読めるんだけども、なんかこう記号みたいな感じのフォントで、僕は結構ね、なんかアクセントを足すときに使ってます。まあ、これね、ちょうど友達からこのフォント何なんすかみたいな感じで聞かれたこともあったんで、一応ここでもご紹介していこうかなと思って、日本語フォント3つ目としてご紹介させていただきました。あんまりね使いすぎるとごちゃごちゃになっちゃうんですけども、たまに使う分にはすごいねクリエイティブなフォントだと思いますんで、ぜひ試してみてください。で、あと英語のフォント2つですね。1つはモントセラットってフォントです。モントセラットって読み方合ってるかな。はい、このフォントなんですけども、これはめちゃくちゃいいですね。これちょっとだけ丸っこいゴシック体で、薄めにね、細めに使うのもありだし、バッと太くして使うのも結構ありです。で、僕太くして使う時にはさっきのね日本語の、突版文級ゴシックと一緒に使ったりしますね。で、英語と日本語を混じる時にはなるべくならね、英語は英語のフォント、日本語は日本語のフォントでやってあげた方が実はね整って見えたりしますんで、ぜひねチャレンジしてみてください。このフォントはすごい見やすくて、かつキャッチーでね、すごく使いやすいんで、ぜひね使ってみてください。で、最後英語のフォント一つが、これね毎回名前を忘れちゃうんですけど、バベスニューウェイだったかな、はい、っていうフォントです。これ毎回忘れちゃうんですよね。ちょっとね縦長のフォントでシュッとしたスタイルのフォントなんですよね。で、これ実は大文字しかなくて小文字は使えないんですけども、すごいねスッキリとした印象になるんで、なんかこうかっこよさを見せたい時に使ったりします。で、なんかねディンフォントっていうのも有名なところがあって、そのディンフォントと結構似てて、縦長の構図がすごく似てて、かつまとまってて、僕はねとても使いやすいと思いますんで、これもねおすすめの5つ目として紹介させていただきます。ってことで、おすすめが5つ。結構ね、このね5つっていうのは僕が普段使ってるフォントなんで、なんなら僕のねサムネイルちょっと再現できちゃうのがねちょっと怖いんですけども、まあそのぐらいねすごい有用なフォントなんで、ぜひ参考にしてみてください。ケイスケの動画、はい。で、最後にこのね Adobe フォンツっていうのはクリエイティブクラウドのサービスでしか使えないんですね。なんで Adobe のサービスだと、例えば Photoshop と Lightroom っていうのをセットでフォトプランみたいなのがあったりするんですけども、残念ながらそのフォトプランには入ってこないんですよね。なんでクリエイティブクラウドっていうちょっとね、月間だと6000ちょっと6700円とか結構高いんですよ。
くらい の, あのサービスを使わなきゃいけないんですけども、ちょっとでも安く済ませる方法が一応あるんでご紹介しておきます。まあ、ちなみに僕はね、あの普通に正規の料金払っています。はい、まず一つは Amazon で買っちゃう方法ですね。特に今は新生活キャンペーンみたいなんで、多分ね割引されてるんじゃないかな。概要欄に一応貼っておきますけども、12ヶ月分1年間分で購入することができます。これね結構割引されて、多分月間に換算すると4000ちょっとぐらいになるんじゃないかなと思います。で、2つ目がちょっとね裏技的なやつなんですけども、あのデジタルハリウッドっていうところがありまして、デジハリで契約しちゃうという方法があります。これまあデジタルハリウッドっていう、まあ要は教育機関みたいなのがあるんですけども、そこのね講座を申し込むと、実はね一緒にアドビのクリエイティブクラウドのプランが1年間無料でついてくるんですよね。なんで、その講座自体に参加するのが多分3万か4万ぐらいだったかな。確か、資料請求紙でやると、3万になって、ウェブでやると4万になるみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、実はそんな感じで申し込みができて1年分ついてくるという感じなので、まあ1年に1回ね、その授業、デジハリの授業を更新しなきゃいけないんですけども、そのめんどくささを除けば多分ね、これが一番安いんじゃないかなと思いますんで、ちょっと裏技的な方法なんですけども、ぜひね、試してみてください。あの全然ね、グレーな方法とかじゃないんで、あの試してみてください。ケイスケの動画。はい、ということで今日はね Adobe フォントのご紹介でございました。みんなね多分僕のこうチャンネル見てくださってる方は半分とは言わないけど3分の1ぐらいは多分ねこのね Adobe っていうのを登録してるんじゃないかなと思います。のでですね、今まで使ってなかったというか今までは実は知らなかったんだぜっていう人はぜひねこの機会に新しく使ってみてくれると嬉しいなと思います。またもしねあの皆さんの中でこのフォントおすすめだぜみたいなのがあればぜひねコメント欄の方でも教えてくれると嬉しいです。ということで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これさ、ちょっとした YouTuber の悩みなんですけども、あの Adobe フォンツね、さっきの Amazon からの方法だったら、まあ、多少ね僕にもこうメリットがあるというか Amazon とかでね登録してくれるとちょっとだけ僕にもこうね報酬が入ったりするんですけども、あのデジハリの方法とかは全くね報酬入んないわけですね。僕にあのメリットは全然ないんですけども、ただあの方法が一番安いんで、これ冷静に考えて自分の利益よりもみんながね得する方がいいじゃんと思っちゃってああいうの紹介しちゃうんですけども、これ、ね、悩みですよね。ああいうの紹介するとあの僕にはメリットがないというのがありまして、まあ、今後もその方針は変えずいきたいと思いますんで、ぜひあの応援の方よろしくお願いします。